はい、たけし農場です。ほうれん草ね、草が生えてしまいましたので今から除草します。で前回ね、手前の3人でレタスの除草やったんですけど、ほうれん草が草生えてるっていうのをすっかり見落としてました。今ねほうれん草大きくなったんで、いつ頃食べられるかななんて思って覗いてみたら結構ね雑草生えてましたんで、奥の方から除草してきました。でちょっと最後ねいくらか残ってるんで、この最後を今から除草したいと思います。はい、除草終了しました。で、前回ね除草やった時にあの手前の方のね、ほうれん草じゃないサニーでレタスの方にね目がいっちゃってて、ほうれん草、除草するの忘れてました。ね、結構やってみると綺麗になりますよね。で、まあ、日数が経ってるんでね、前回見た時にはあまり目立たなかった雑草がね結構目立ってきたっていうことですよね。はい、あと1週間も経てばね10月、まあ今日9月20日だったの、20日なので、まあ、10月の上旬になればね、食べられると思います。はい、ほうれん草の除草でした。お付き合いありがとうございました。